王家の呪いとは、エジプト王家の墳墓を発掘する者には、呪いがかかる、という信仰である。ツタンカーメンの呪いとも呼ばれる。実際には大幅に脚色された、今日で言うところの都市伝説に近いものである。ツタンカーメンの、コブラの姿をした像。守り神、ウアジェトを表している。カーナボン教が、ツタンカーメンの墓を暴いた6週間後に休止したため、 当時の新聞にはそれは呪いだとする話がしばしば書かれ現代まで語り継がれている1920年代のエジプトにおいて王家の谷でツタンカーメンの墳墓を発掘してミイラを取り出したカーナボン教及び発掘に関係した数名らが発掘作業の直後次々と休止したとされる出来事からこうした伝説が生まれ現在まで語り継がれているが 墓の開封に立ち会った人で実際に急死したのはカーナボン卿だけであり、そのカーナボン卿も発掘以前に髭を剃っていた時に誤って蚊に刺された後を傷つけたことにより熱病に感染し肺炎を併発したことが死因であることが確認されている。コナンドイルも新聞上で カーナボン日の死の原因に関する見解を表明した何らかのガスが墳墓に溜まっていて墳墓を暴いた時にそれを吸った影響ではないかとみなす人もいた。例えばアーサー・コナンドイルもそれに類した見方を好んだ一人で王の墳墓を荒らす墓荒らしを懲らしめるために死性のカビのようなものが意図的に配置されていたのではないかとみなした。 現在では古代エジプト墳墓の空気も調査されているが、有毒なガス、カビの存在は確認されていない。ツタンカーメンの墓の発掘に直接携わったもので1年以内に亡くなったのはカーナボン教だけである。呪いの真相については、ハワード・カーターと独占契約を結んだタイムズに対抗した他の新聞社が、発掘関係者が死亡するたびに、王家の呪いと報じたことが原因である。 ありがとうございます。